1957年時点の T モーにおけるリーグレリーグレはイタリアのミラノとフランスのマルセイユ、アビニョンをジェノバ、ベンティミリア、ニースなどを経由して結んでいた国際列車である。1957年に T として運行を開始し、1982年からはインターシティ、2004年からはユーロシティとなった。1992年に運行区間は ミラノ・ニース間に短縮されている。2008年にリーグレという列車名は消滅し、ミラノ・ニース間のユーロシティも2009年に全廃された。列車名は、イタリアの地名リグーリアの形容詞系または、リグーリアの住民の意である。フランス語読みで、リギュールとも呼ばれる。1957年のティホッソクとともに、リーグレは、 イタリア国鉄の機動車を用いた T として、ミラノ・マルセイユ間で運行を開始する予定であった。ところが、イタリア国鉄が、ブレーダ車に発注していた車両の納入が遅れ、6月2日のダイヤ改正に間に合わなかった。このため、運行開始は、他の T より2ヶ月余り遅れた8月12日となった。ダイヤは早朝ミラノを経って、昼過ぎにマルセイユに到着。 逆向きは夕方マルセイユを発射して、深夜に、ミラノに到着するというものであった。ミラノマルセイユ間の所要時間は、マルセイユ行が7時間05分、ミラノ行が7時間15分であり、標定速度は、マルセイユ行時速7 7 5トルミラノ行時速、75. 7 5 7トルで、これは1957年に運行を開始した T の中では、 最も遅かった。それでも、リーグレの運行開始以前のミラノ・マルセイユ間の列車は12時間前後を要しており、T 化により一気に4割以上の時間短縮となった。リーグレは夏の乗車率が高く、このため1965年からは夏季にミラノ・ニース間で車両が増結されるようになった。翌1966年夏からは増結分の車両は、 ニリス初ミラノ行では、本来のリーグレより1時間余り先行する、臨時列車として運転された。これはこの年からイタリアで、夏時間が実施されたがフランスでは実施されておらず、定期列車の方のリーグレの時刻は、フランスの時間に従っていたため、ミラノ機が現地時間の午前1時過ぎになってしまったためである。1969年のティーモーにおけるリーグレ。 ウスアオは、T カタランタルゴ1969年6月1日、バルセロナとジュネーブを、アビニョン経由で結ぶ T カタランタルゴが新設されたのと、同時に、リーグレはアビニョンまで延長された。ジュネーブ行とバルセロナ行のカタランタルゴは、アビニョン付近ですれ違っており、ミラノ発のリーグレはこれらの前に、アビニョンに到着し、双方向のカタランタルゴが発着した後ミラノ行。 リーグレが発射するというダイヤが組まれた。これにより北、イタリア、コートダジュールからスペインへ、およびコートダジュールから、スイスの2方面への接続が図られた。なおこの時ミラノ行リーグレの時刻が約1時間、繰り上げられたため、下記の定期列車と臨時列車の分離は打ち切られ、双方向ともミラノニース間で、 定期列車に車両を増結する形となった1972年10月1日、リーグレは、イタリア国鉄の T 用客車を用いた、電気機関車牽引の客車列車となった。それまでリーグレに用いられていた機動車は、冷房を備えておらず、1960年代から70年代においては、もはや T にふさわしくないとされていた。 これによりフランス領部分で20分前後所要時間が短縮された。これはアビニョンでのカタラン・タルゴとの接続を確実にするための余裕となった。イタリア領部分でのダイヤはあまり変わっていない。1973年にはイタリア国内のミラノ・ベンティミリア間でリーグレと逆パターンのティー・キクヌスが新設された。この列車は1978年にインターシティに 種別を変更している。1977年1月5日、エズで発生した崖崩れにより、モナコ・ニース間の鉄道が普通となった。このためリーグレは、ミラノ・ベンティミリア間に短縮された。フランス国鉄は、アビニョン・ニース間をリーグレと同じダイヤで走る、臨時列車を運転した。ニース・モナコ間はバスで代行し、モナコ・ベンティミリア間も、臨時列車で結んだ。 バスが遅れた場合、ベンティミリアでの接続は保証されなかった。この区間の運行が正常化したのは、同年5月22日からである。1980年頃になると一等専用の T の乗車率は低くなっていた。このため、1982年5月23日から、リーグレは T ではなくなり、二等車を連結したインターシティとなった。同時に運行区間は、 ミラノ・マルセイユ間に短縮された。1987年にユーロシティが発足した後もリーグレはインターシティのままであった。1992年9月27日には運行区間がミラノ・ニース間となった。2004年12月12日のダイヤ改正でリーグレはようやくユーロシティとなった。ミラノ・ニース間のユーロシティは リーグレを含め3往復設定され、トレニー・リビエラと総称された。2008年5月頃にはこの区間のユーロシティは1往復削減にされ、ミラノ発ニース業のリーグレと、ニース発ミラノ業サンレーモが廃止された。リーグレは、ニース発ミラノ業の片道のみとなったが、同年夏にはこの列車は、サンレーモと解消され、リーグレという列車名は消滅した。 さらに2009年12月13日には、同区間のユーロシティがすべて廃止され、ミラノ・ベンティミリア間のイタリア国内、インターシティと置き換えられた。T 時代のリーグレの停車駅は、以下の通り。アルン442から448機動車。運行開始時点では、リーグレは、イタリア国鉄のアルン442の448機動車を用いていた。 全日当社の2両編成である。1972年10月1日から、使用車両は、イタリア国鉄の T 専用客車に変わった。編成は1等コンパートメント車2両、1等解放座席車1両、食堂車1両、荷物車1両で、イタリア国内のミラノ・ベンティミリア間ではさらに1等コンパートメント車2両が、増結された。した車は、 ミラノ・ベンティミリア間では、イタリア国鉄の E444 型電気機関車、ベンティミリア・マルセイユ間では1978年までは、フランス国鉄の BBE25500 系、それ以後は、BBE2200 系機関車が用いられた。また、直流 1500V 電化のマルセイユ・アビニョン間は、主に CC6500 型が牽引した。 1982年のインターシティ後は、イタリア国鉄の一等及び二等客車が用いられた。1982年夏時点では、一等車三両、二等車五両、食堂車一両という編成であった。ユーロシティ以下後は、インターシティ、プラス客車に更新された。ありがとうございます。